どうも皆さん、こんばんは。始まりました、栄光 GO! ということで今日もですね、栄光に向かって GO していきたいと思います。栄光 GO! よろしくお願いします。前回、やった時ちょっと時間経ちましたけども、新しい村を、発見いたしまして、パンダなんかにも会えて、オウムなんかにも会えて、新しい世界が広がって大感動でございました。今日は、その新しい村、この地域をですねちょっと探索してみようかなと思います。さあ、皆さん、ツイッターにね、僕ちょっと書いたんですけども、実はとある場所を発見いたしまして、あ、そうそう、あった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 、皆さんこれちょっと真ん中、これね、これ何かと申しますと、空飛ぶ沈没船とのことでした。なんでこんなことになったのかわかんないですけど、ちょっと行ってみましょう。よっと、あれ、幻想的、めっちゃ宙に浮いてる。で、これが沈没船がさ、これさ、逆さまになってない？これ沈没船逆さまになってるわ。すごい。あ、ちょっと待って。みんな見てくれ、みんな見てくれ、チェストがある、宝箱がある、宝箱。いって、お前。あ！あ！あ、ここトラップのあれだ。トラップのあれになってんだ。うわあ、すげえ！沈没船です！空飛ぶ沈没船！宝箱1個ありますね。では早速、この空飛ぶ沈没船の宝箱、開けてみたいと思います。3、2、1、オープン！腐った。肉。いらねえ。これだけだ。何にも夢ないわ。もう一個ある？あ、下！え？下ってことは何？これを開けて、ジャボン！おーっと！これがは、え？あれが空飛ぶ沈没船の半分で、あと半分は海の底に沈んでるってこと？あ、あった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 ！あった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 ！ちょっと一回確認したんで、一回行き過ぎね。なるほど！この腐った肉はすべて振り、中にすごいお宝が入ってんでしょう。いきます。オッケー、スーパー宝箱頼むぜ。3、2、1、オープン。神系、これ何？宝の地図ゲット。上がれ、テンションは上がっても気持ちは、ちょっと待って、宝の地図はですね、今まで一回だけ見つけたことがあります。どれどれ？近いなぁ、宝近いなぁ。この辺だな。これ、掘ります。前回の時は、岩だったんですよ。で、今回ちょっと砂なんで、だいぶ簡単には見つかるかなとは思いますけど、あった、宝あった。オッケー。ちょっと待って、やばいかも。出れないかも。ここかろうじて息できる、この状態から開けますね。危ね、カモン。どうだ、海洋の心ある。待って、水中呼吸のポーション、いいね、プリズマリンクスタイル、これもいいね。いいんだな。これなんだ、 NTN、 あ、違う、 TNN、 あ、違う、 TNT、 なんだこれ、 NHK みたいな。ねえ、皆さん、 TNT って何ですか？チロさん、 TNT はダイナマイト。あー、敵とかに食らわすのかな。いや、もう俺マイクラ17回目とかですよ。さすがにそれは嘘だってのは、ダイナマイトに火つけてもダイヤモンド、ナイヤモンドでしょ、ナイヤモンドが出てくるだけでしょ。
ちょっとやってみようかな。本当にダイナマイトに火つけたらダイヤモンド出てくんの？可能性としてはゼロではないかもしれない。TNT。これどうやって火つけんの？これ松明か？あ、違うな。あ、火打ち石。火打ち石だって。これ取ったよね。火打ち石作れねえか。あ、いけるいけるいける！せっかくなんでやってみます！ちょっと広場でやった方がいいね。だいたい花火とかもそうなんだけど、ちびっこ！花火とか、そういうのやるときは、ちょっと家から離れようね。おいちびっこ、今から火使うから遠く行ってなさい。行きます。いでよダイヤモンド。おっと、ダイヤモンドは全然出ねえ。やっぱな、騙され、ああ、ちょっと待って、やっぱな、騙されたんだな。出るわけねえんだから、ダイヤモンドなんて出るわけないんだから。いや、俺知ってたよ、ダイヤモンドなんか出ないってのは知ってたよ。せっかく柵つけたのに、俺もうマジで。近いってみます。あのね、近くにね、でっかい穴あったんだよな。この辺の探索が終わったら、あれ、こっちからすげえいけんじゃん。こっちからすげえいけるわ。すげえ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 、急にでかい、急にでかい。こっから行きましょう。うーわ、広すぎる。あ、チェストあるじゃん。皆さん、チェストがある。ここにチェストある。あ、向こうにもチェストある。すげえ。うって、うった。ちょっと待って。うわ、こっち。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。いろいろやばい。いろいろやばい。ちょっと待って、これ今か？これ逆林先生じゃないの？今じゃないんじゃない？じゃあさ、全部が全部じゃないんだけど、この辺に置いてあるアイテムだけバババババッと見ていこうか。まず、ここのアイテムいきます。せーの。おー、そんな感じね。はい。あ。あ、びっくりした！落ちた。すげえ、え、金のリンゴあった？マジかよ！最悪！さっき落とした宝箱、サクッと拾いに行きます。サクッと。なぜならば俺には、水がある。サクサクッと行くよ！サクサクッと！ちょっと待って。これだ。サクッと取るよ。はい、サクッと取って。グローベリー、グローベリー。やばい！やばい！グローベリーはいいんだけど、金のリンゴ、金のリンゴ、金のリンゴ取って、金のリンゴ取って、レール、レール、レール。で、この辺取って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 。で、これ絶対大事だから、これも取って、これも取って。スイカの種も大事。スイカの種も大事。大事、大事。で、壊しとこう。で、壊せ。はい。で、さ、戻ろう。うわ、ちょっと待って、みんな、ちょっと待って。やべえのを発揮しまった。サクッと戻りたいんだけどさ、見つけちゃったんですよ！皆さん、見つけちゃったんですよ。俺ってやつはなんでこんな時に見つけちゃうんだよ。ダイナマイト壊しても見つからねえ。そう、ダイヤモンドってやつがよ。はい。ああ、あれ持ってくればよかったけど、まあいいか。よっしゃー。ねえ、ダイヤモンドここすごいあるよ。ここはさ、またあの後で来よっか。あのこいつもいるし、幸運2のツルハシ持って、また今度来ましょう。絶対なんかいろいろあるはずなんだ。よっと。よっと。はい、回収成功！皆さん、見てもらえますでしょうか？あそこに、塔がありますよね。どうやらこの塔に、妖精が囚われているらしいんですよ。見に行ってもいい？妖精が囚われてると聞いて、栄光ランドの王子、黙っとくわけにはいかねえだろう。牛乳？ちょっと待って。牛乳持ってけって何？牛乳持ってけって。牛乳があると呪いにかかっても治せる。ほー。あ、牛か！牛だな！すげ
いや、マジか。で、こうやって飲めるんだ。オッケー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 。怖くねえのかって。怖いに決まってんじゃねえか。でもよ、戦うしかねえんだよ。こちら、向こうの要塞のエリア内に着いた。敵は何人いるか分かる人、情報くれ。10ほどだ。なるほど、10か。一体10か。戦える範囲内だ。それでは、特攻だ。いや、やっぱりお道ながら行く。いる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 。あいつやるか。ちょっと待ってね、みんな。あ、バレた、バレた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 。おっしゃ、まず一人。あれ、はい、二人。クロスボウ。おい、視聴者のみんな聞こえるか。クロスボウが手に入った。このクロスボウを使って敵を攻撃する。よし、一人倒した、一人倒したぞ。みんな、徐々に、徐々に倒せてる、倒せてる、徐々に倒せてる。よし、あ、もう矢がなくなった、もう矢がなくなった。やべ、オッケー、一人倒した、一人倒した、一人倒したぞ、もう一人倒したぞ。あそこに一人か。なんだあいつ、すげえ盾持ってる。おら、ナイスショット。おら、当たんない。おら、ナイス。え、何今の、これ何。邪悪な村人の旗ゲットです。右上になんか変なマークついてんな。これか、これが牛乳を飲めの合図か。消えたぜ。よし、ちょっと待って、みんな、相手入ってこないように塞いどこ。で、タイマーつけます。視聴者のみんな聞こえるか。向こうの基地に潜入成功だ。フェアリーちゃん、フェアリーちゃん、助けに来たよ。お、チェストがある。基地の最上階に到達。怪しいものはない。宝箱が一つ。おそらくこの中に囚われていたフェアリーが隠れているかもしれない。開けてみます。あ、開いた。あ、なんかわからないけど、クロスボウゲット、ジャガイモゲットの藁ゲットで、ダークオークという原木ゲットしての、何これ、エンチャントの瓶。エンチャントの瓶って何。フェアリーいなくない。この中か、この中か、もしかして。そこにいたら攻撃しづらいだろう。水中戦だ。しゃあ、ほらよ、元弓道部なめんなよ。突き当て高校弓道部見せてやるぜ。ほら、ナイス。あ、中がフェアリーちゃん、フェアリーちゃん。こんな狭いところに、なんでフェアリー、フェフェアリー、え、いない時もあるの。あ、毎回いるんじゃないの。おい、マジかよ。そうなの。てっきり俺フェアリーに会えると思ってたけど。あ、なるほど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 。何それ。え、呪われた状態で村に行くとイベントが起きるよ。なるほど、そんなことがあんのか。これちなみにもう、ここの塔では、そのイベントはもう起きないですか。なるほどね。エラーさん、待てば湧くよ。なるほど。見たいな、そのイベント。村に、が襲撃来たとしても、助ければいいんでしょ？いないよね。
旗持ちいた？いた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 、あいつを倒せ、あいつを倒せ、あいつを倒せ、そこだ。さあ呪え、呪うがいい、この俺を呪いたまえ。さあ この呪われた状態で村に戻ると何かが起きるらしいっす。はい、村到着。こちらは攻撃をされているゴーレム、お前ら、発動だ。ゴーレム、我一緒に戦ってくれ。いてる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 。残りモブ数1。さあどこよ。いたぜ。おらよ、おら、モブらは俺が守る。倒した、全員倒しました、全員倒しました。あ、どこか、ちょっと待って、一回寝ない、一回寝ない。村人の人か。ねえ、ちょっと待って、倒したんだけど、また来た。ねえ、また来たんだけど。あれか。はや、はや、なんだお前、はや、はや、エメラルドすげえある、エメラルドすげえある。あいた、なんだ、あいた、なんだ。やろう、戦おうぜ、こいつか。オッケー、やめろ、やめろ、この野郎。おや、いやいや、どこにいるのか。これだ、これだ、これだ。ねえ、これさ、襲撃さ、一応うまくいってるよね、一応うまくいってるよね。うっそー。今のいけたんじゃないの。ちょっと待って、マジで。オッケー、ほら、ほら、ラスト一匹。この下、何これ、こいつなんかすごい下にはまっ、下に挟まってる人いるよ。誰だあいつ。うわー、やばい、これは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 やばい。やべ、このパターンか。おい、なんで一緒に戦ってくれねえんだよ。頼む、一緒に村を守ってくれ。頼む、一緒に来てくれ、一緒に戦ってくれ、一緒に来て戦ってくれ。なんで戦ってくんねえんだよ。目を覚ませ。いった、そうだ、違う、あ、そうなの。あ、こっちに攻撃するの、あいつ。終わりだ、ほら。どうよ、卵食べようと思ったら
また来ないでくれ。こっちだって準備があんだよ。まだ来んな。頼むから。ゴーレム、やっと一緒に戦う時が来たな。よろしく。やべ、なんだよこいつ。ほらよ、さあ、どう。くそ、もう。さあこっちだ、燃えてなくなれ。ほら、シャー、エコゴー。さあこっちだ、こっちだ。よし、エンチャントの斧持ってる。あいつエンチャントの斧持ってる。いやいやいや、もうダメだ。エンチャントはずるいだろ。さっきはよくもやってくれたな。しっかり借りは返すぜ。おらよ。なんかゲットしたぞ。ダメージ軽減3で、エンチャントの斧もゲットした。効率強化、ラッキー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 。ゴーレムがやられてる。おい、大丈夫か。くっそ、共に戦ってきたのに、うちの町の、うちの村の守り神をこんなことにするなんて。あ、かろうじて生きてる。ゴーレム、しっかりしろ。あとは俺がやる。ゆっくり休んどけ。確かに俺が持ってきた呪いだけどな、優しくしてくれた村人たち、ご飯を作ってくれた村人たち、お金を貸してくれた村人たち、励ましてくれた村人たち、その村人たちを守るべく俺は戦うんだよ。ほら、まだまだ。ほら、あちゃ、やばい、来るぞ。あの技が来る。なんだ、フェアリー、囚われていたフェアリーだ。フェアリーが、ちょっと待って、あれがフェアリーか。フェアリーが囚われていて自分の意志をなくしている。ちょっと待って、フェアリー、おい、もう何回やらせ。エーコーランドの王子として戦いに行くぞ。どこ狙ってんだよ。ほらほら、燃えろ燃えろ燃えろ燃え。ちょっと燃えないで。ちょっと一回寝ろ。燃えないで。いや、勝利とか書いてあるけど、今どうでもいい。燃えないで。エメラルドとかめっちゃ、エンチャントの本とかめっちゃあんのよ。あ、危ない。かろうじて。ちょっと燃えちゃったものもあるけども。まあ。よし、戻ろう。で、勝利しました。え、嘘？KK さん、村人一人やられた？マジか！いや、結構守ってたつもりでね、柵もうまくいってたんだけど、村人やりやがったな？栄光ちゃんが村人倒したんだよ。
そんなバカが僕が村人を殺したって？ちょっと待って、だって俺が殺すわけないでしょ村人。いやいや絶対やってないって俺なんだ。やめてくれる？人をそんな犯人みたいに言うの。見返してみますちゃんと。じゃあそこまで言うなら。さあ、ありがとうございました。失礼します。近くにジャングルがありまして、パンダを実家に連れて行こうかなと、栄光ランドに連れて行こうかなと思ってます。特に何が起きるわけでもありません。ただパンダをゆっくりと運びましょうよという回でございます。さあ、ここがジャングルですね。あ、いた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 。ちょっと待って、笹笹笹、どこ、笹をまず探そう。笹、あったたたたたたた、ありましたありましたありました。長っ。なんで？スニークかますなわ。ねえねえ、何あれ、皆さん、ピラミッド？何ピラミッドって。チロミルさん、宝物あるよ。マジで？しかも竹めちゃ、ちょ待って、おい、竹あんなに探してたのに、皆さん見て、竹だらけ。ね、竹だらけなんだけど。おい、俺竹を探し回ってたの何だったんだよ。竹だらけ。ちょっと待って、一回ピラミッドさ、見るだけ見てみる。一回見ようか、じゃあ。うわ、うわ、すげえ。すげえ。すげえ。さすがに敵はいないよね。紫のとこ掘るんだよ。って、うわあ！ちょっと、皆さん、めちゃくちゃアイテムありました。で、行きましょう。で、敵はいない感じ。爆発した。何？ちょっと何が起こったの？ゆうめさん、トラップがあるんだよ。チュンピッピさん、罠には気をつけてってみんな言ってたよ。いや、ちょっと待って、罠、いや、あると思わないじゃん。おい、ちょっとマジかよ。え、宝全部なくなったの？マジで最悪すぎるわ。楽しいマイクラをやりながら可愛いパンダちゃんを連れて帰るっていうだけの回だから、こんなの爆発とかマジでいらないから。宝ふっ、あー、いた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 。おはよう。舌出してる、舌出してる、皆さん見て、可愛い、舌出してる。あー、で、まずオウム、まずオウム、はい、うん、で、パンダは、はい、あ、かわいい。おー、転がって、大丈夫ですか？ねえ、でも言うこと聞いてる。お座り、ほら、このオウム言うこと聞いてる。アップ、ダウン、アップ、ダウン。あ、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 まさか？うわー、乗ってる、肩に乗ってる。え、これ一緒？めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃ、あ、もう一匹いた。はい。はい。アップ、スタンド。何の音？すごいモンスターみたいな鳴き声するね。さあ、行こう。じゃあ、ね、何この音？ね、なんでモンスターの、さあ、鳴き声してんの？こっちだよ、おいで。おっさ！おっそ！パンダ、おっそ！おい、このペースで栄光ランドまで連れてくのかよ。こことか渡れる？はい、ここは渡れる？
おい、回ってないでさ、ちょっと待って、なんでね、止まって、お願い、よかった、止まって、行こう、こっちだよ、ちょっと待って、これな、おい、何時間かかんだこれ、こっちだよ、いい、転がるな、もういい、そこで、転がんなくていい、転がんなくていい、よ、すぐ回るな、この人、もう回るな、おい、怪我すんだから、こうやってほら、はい、船乗ってくれるかな、あ、2匹乗ってる、乗れる、パンダちゃん、乗れる、お、乗った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 、いやすげえ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 、こんなんいけんの、ねえ、何これ、ちょっと一回降りてみよう、宝箱ある、あ、溺れてる、大丈夫か、乗れ、おい、大丈夫か、ちょっと待って、大丈夫か、おい、オウム、ちょっと待って、一回、ね、スペース開けてくんない、ね、おい、二人、スペース開けて、ちょっと待って、スペース開けて、お、俺たちの乗れるスペース開けて、ま、待って、マジでオウムがやばい、ちょっと待って、いや、乗れない、スペース開けて、あの、僕の乗るスペース開けて、一回、オウム、飛べや、オウム、お前空飛べんだろ、飛べよ、おい、オウム、お前、ちょっと待って、行って、いや、トライデント持ってるゾンビが来た、ちょっと待って、やばいんだけど、おい、こんなところで死にたくねえぞ、おい、ねえ、ちょっと待って、マジで待って、あのさ、ベッド壊したじゃん、どっから始まんの、エイコーランドから始まんの、マジやめて、あそこの村めちゃくちゃ遠いんだから、行きます、何がまったり配信だよ、大嫌いだわお前ら、マジで戻ります、あのやられたところ、え、ボートもう一個、ボートもう一個、あ、でパンダを乗せてリードで行くってこと、なるほど、皆さんありがとう、ちょ、本当だ、なるほど、こんな裏技があったんかい、なんか、あ、そうさっきの話の途中なんですけど、ゲームオーバーなって、で5分間だったらアイテム残るよっていう、で僕あのゲームオーバーなった瞬間から5分間かなと思ってたんですよ、してもなんか そうじゃなくてアイテムが落ちているそのテリトリー内の5分間の間だったらアウトだよ、だから多分そのまたテリトリー内じゃないから今あの換算されてないんですよね、だから近くに行ったらカウントダウン入るけども、今は大丈夫ということらしいです、
そろそろ見えるはず。あ、この辺だ。あ、いたいたいた。あ、アイテムある、アイテムある、アイテム、いた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 。よしよし、よく耐えた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 、いた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 、よく耐えた、よく耐えてくれた、よく耐えてくれた。あ、お前も飛べたんかい。最初から飛べや。じゃあよく耐えた、よく耐えた。オッケーで、夜なる前にもう脱出しよう。この辺出ちゃおう。リード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 つけて、リードつけて。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってね。オッケー、引っ張れる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 。いた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 。乗れ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 、オウム乗れ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 。よっしゃよっしゃ、全員集合、行くぜ。いや、よかった、ダイヤモンドも全部、見て、エメラルド45も集めたのよ。あ、ごめん。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、船、ちょっと待って、パンダ死んじゃう、パンダ死んじゃう、船をやりたいんだけど。下から行きゃいいか。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、大丈夫ですか。お前、おい、オウム殺しやがった、こいつ、こいつマジで、お前し、死んどけマジで。ちょっと待って、お、オウムが羽になった。僕のオウムは羽になりました。俺たちだけでもエコランドにたどり着こうぜ。いつもお前はさ、舌出して笑ってるけど、こんな辛い時でも笑おうと頑張ってくれてんだな。強いな、お前は。お前に名前をつけないとだな。そうだな、お前はよく回るよな。お前はよく回るから、お前の名前は時代だ。時代。回る、回るよ、時代は回る。なんて歌もある通り、お前は時代だ。時代？こっちだ。お前は、お前は時代じゃない。いや、マジで時間かかんな。みんな飲んでるんですか、お酒。飲んでる人もいるか。ニャングースさん、水飲んでます水？いや、いいけど。お前、ちょ、時代？時代？ちょっと待って、違う、時代？時代？時代！時代！時代！ちょっと待って、時代！おい、時代！じ、あ、時代、あ、違う、時代！時代！いた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 。おはよう。舌出してる、舌出してる、皆さん見て、かわいい、舌出してる。回ってないでさ、ちょっと待って、ね、なんで、ね、止まって、お願い。お前の名前は時代だ、時代。
代が終わった時代が終わった時代が嘘だろ嘘だろこんなことってあんのかよ時代が終わったちょっと待ってマジで言ってる？これは今日は一旦村に帰ろういやちょっと待ってねいやごめんマジでしんどいわ何が雑談まったり配信だどこが雑談まったり配信なんだよまったりさしてくれよ時代マジで戻ってこい時代戻ってこいマジであんだけちょっとなだってさ名前つけた瞬間よした瞬間爆発魔時代短い間だったけど一緒にいれて楽しかったちょっと石静かにして大事なとこもう沈んだわ本日のまったり配信はここまででございますえいこご視聴ありがとうございましたお悔やみ申し上げます最後まで見てくれてありがとう気持ち溢れてるチャンネル登録いいねボタン押してくれたらなお感謝